それでは今週の1位を発表したいと思います。今週の1位は、すいません、プレッシャーに負けてしまいまして、ちょっと取り乱してしまいまして申し訳ございません。気を取り直して発表したいと思います。今週の第1位は、申し訳ございません。ちょっとね、プレッシャーに負けてしまいましたね。はい、気を取りまして行きましょう。はい、今週の第1位は、どうもプレッシャーが、やっぱ1位を発表するんでプレッシャーがすごいですよね。やっぱ1位を発表するっていうことで、やっぱね、もう気持ちをね整えていきますね。はい、大丈夫かな。5、リラックス、リラックスして、はい、行きましょう。今週の第1位は、すみません、なかなか発表できないですね。やっぱ1位は大変でございますね。1位を発表する場合、私はプレゼンターなんでね、やっぱり皆さんも緊張されますし、私も緊張します。なんでね、プレッシャーに耐えていきたいと思います。いきます。今週の第1位は、ね、プレゼンターって仕事は大変ですよね。やっぱ1位を発表するっていうことはね、1位以外の人はそのダメージがありますよね。で、やっぱり1位を発表するプレゼンターっていうのは、もうそれはそれは大変なことなんです。私の一声でね、人生がね成功する人もいりゃ、それでがっくしっていう人もいるんです。はい、なので私は責任を持ってね行きたいと思います。プレゼンターなんで。はい、行きます。発表します。栄えある、今週の第1位は、プレゼンターっていう仕事は私は無理なのかもしれませんね。なんかね、1位の人にもね、本当に待ってる人にも悪いしね、こっちもその技量がないのかもしれないです。はい、でもこの仕事、今日のこの仕事がね、で私はプレゼンターっていう仕事を卒業させていただきます。でも今日はやりきます。今日は
このプレゼンターという仕事をやりきりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。いきます。はい、では栄えある今週の第1位は、本当申し訳ないですね。やっぱりプレッシャーがすごいんですよ。プレッシャーのプレッシャー、もうノンプレッシャーね、関係ねえ関係ねえ、もうそういう別に1位だろうが何だろうが別に私は関係ねえよっていうスタンスで行きゃ、もう私はもうただ言うだけですからね。その結果を今この手元にある結果を言うだけでございますからね。それはもうなん、どう思うが別に関係ねえ関係ねえっていう感じで言いたいと思います。はい、では発表します。栄えある第1位は、ね、私はプロではないのかもしれないです。こういうプレッシャーにずっと負けてるようじゃね。でも私はこの仕事をやりきります。このプレゼンターっていう仕事を私はやりきりたいです。この1位を発表するまで私はやめれないです。じゃあ行きましょう。栄えある今週の第1位は、なんででしょうね。私こんなに芸歴がね、もう二十何年やってるんですけど、こんなにプレッシャーが弱いね芸人だとは私は思ってもみなませんでしたね。でもこの日を境に私はプレッシャーに強い、プレッシャーに勝てる芸人になりたいと思いますね。こんなプレッシャーには負けません。はい、じゃあ行きましょう。今週の栄えある第1位は、何回やってるんだって話ですよね。はい、じゃあこれ最後にします。いきましょう。今週の栄えある第1位は、